レベル3なんだよな。でもデミオさんに差をつけられちゃってるから。やった回数同じなんですけどね。同じなんだよね。漁師さん、審判に目つけられるから。審判すごい怒られるもんな。え、そのアイコン誰？知らん。手作りですか？うん、適当に。あ、そういうことか。知らない選手取ってきた。うちほんまこのスタイルの人、真ん中ダイヤモンド式になってる監督探してんねんけどな、おらんのかな。ちょっと強化しときましたわ。ありがたい。風見ろ。風見ろって、はい、あれですね、頂点なんですね、このポジションの。見てたらこの能力、93、ディフェンシブミッドフィルダーの93って一番上なんですね。画面、携帯の画面録画めちゃくちゃ性能いいですね。感動した。アプリ、ただのアプリやのに、ボタンを押して録画開始すると画面と、それからゲーム音と、で喋りかけた声もきっちり録音してくれて、ノイズもそんなないし、もう次からバーサスとかはもうそれで行こうと思ってます。はい、よろしくお願いします。キャプチャーボードとかもいらない時代ですよ。あ、でも本当そうっすよね。パソコンとかもそうですけど、もともと別に、まあ、パソコンのゲームだったらね、もともと取れるとかがあるから。そうや、ほんまやスチームからやったら録画めっちゃ楽よ。誰のせいだこれ。めっちゃ綺麗なスルー入った。誰のせいだ。フライスルーが失点につながるミスって僕んとこ出たんだけど、何が何だか分かんなかった。パスカットの方が叫ばないと、そこはうわーって。パスカットから、うん、そうですね、パスでフライスルー入って、これか、そこで失点したらみたいな。ああ、そういうこと。フライスルーが決定ではありますけど。さあ、今3人がプレイしているゲームなんですけども、ウィニングイレブンの中にあるマイクラブコープというものをやっています。これマイクラブっていう、まあ、ウィレの無料ゲームなんですけど、その中のモードの一つで、一つのチームを3人で操作します。まあそれだけといえばそれだけなんですけども、ちょっと動画見ながら振り返ってみたいと思います。これ見ていただくと、たくさんカーソルが出てると思います。緑色のカーソル、赤色のカーソル、青、ピンク、オレンジ、黄色で、僕の操作してるのは丸がさらに上につきます。緑色の丸と三角がついてる選手がいると思います。あれが僕が操作してます。でこれは切り替えることができます。自分のチームの中でどの選手にでも、あとの2人が使ってない選手には切り替えれるということになります。でこの画面上は全部で6人、6個のカーソルが存在します。オンライン対戦なので、僕ら、デミオさん、キラボシさん、僕の3人がいるチームと、それから相手の方のユーザー3人がいるチームというふうになってて、これ僕らの失点シーンなんですけど、青色が相手のユーザーさんで、それを追いかけてる、奥側のピンク色のカーソルが、ピンクがデミオさんで、オレンジ色がキラボシさんになります。で奥に黄色の相手の選手がいて、僕はここに映ってないんですけども、こんな感じで、まあ、色分けされて、そのカーソルの選手を自分が使うと。でまあ取りに行く時もカーソル切り替えながら自分の使いたい選手を使うけども、まあ誰かが使ってたら使えないというような感じでやっております。この色はね、ちょっとめんどくさいことに試合ごとに変わってしまうので、下に表記しておきたいと思います。今何色のカーソル誰々が使ってるでというような書き方で、これからちょっとやっていきたいと思います。フル HD はもちろん当然で、60フレームも当然みたいな。そうですね。
ナイス。まさにまさに。お、うまい。ああ、ほほほほ。かくと。やっぱ R1 押した方が性能上がるな。アーリークロスになるんですよね、うんうん、ただのパスじゃなくてシュートへのパスになるから。どこがいいパス、これ嫌や、俺近づいたら失点につながるなんとかね。おーよしよしよし、失点だからちょっと待って、今俺足かけたのに加点ないやん。さあ今のところちょっとだけ補足させていただきたいんですが、近づきたくないとか加点がないやんみたいなことを僕が言ってます。これ何かというと、僕たちの動きっていうのは、まあコンピューターもそうですし、僕ら3人もそれぞれ一人ずつ数値化されてます。採点が細かくされてます。これめちゃくちゃ性能良くて面白いんですが、それが最後グラフになって出てきます。で、まあグラフ数値で出てくるんですが、例えば失点につながるようなパスを出してしまった、それからまあファールしたとか、ポジショニングだったり味方との距離だったり、まあ細かい項目が後で出てきますが、それによって採点されます。でこれ相手のカーソル下にあるコンピューター 1,2,3 というふうに書かれてて、これちょっとオンライン対戦じゃなかったんですけども、コンピューター相手の時にコンピューターの上にキーパスとかシュートって緑色のランプが登場してます。これは今コンピューターが評価された、コンピューター1、キーパスが良かったですねという評価を受けてます。で、コンピューター2、シュートが良かったですねという評価を受けてます。これが赤色のランプが点灯すると減点を食らいます。で、減点内容ももちろん出るんですが、この採点に苦しんだのがキラボシさんです。これ、撮影外で今、まあ3試合、3回目かななんですけども、1回目、2回目、そして今回と、キラボシさんは常にコンピューターから減点を受け続けるというような状態が続いてます。これ、減点を受けると何があるかというと、最後にもらえる経験値が全く変わってきます。え、嘘やろ。いいファール、いいファールよ。これめっちゃ見えにくないですか、選手と味方と。あっと、危ない危ない。よしよしよし。おお。そのワンタッチはダメだ。めちゃくちゃ弱かった。よし。ダメか。いい、お、ナイス。ナイス。うまく落とした。よし。俺のパスとしてカウントしてくれるかな。手前すぎたかな。なるが綺麗。これはアシストになりますか。こっからだいぶもうあれだいぶ経ってるかな。アシストじゃないかな。キラボシさんの単独突破かな今の。これは難しい。あやばい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 。この綺麗な飛び出し。ちょっと待ってよ。うわ。あずれた。ナイス。よかった。そっちか。よいしょ。お、ナイスタックル。ちょっとどう？いや足速っ。あー、よしよし。おー、ナイス。すげえ。お、オンゴールなんだ今の。あ、まあギリギリ押し込みになっちゃうんだな。かわいそうだなって。かわいそうな。それかわいそうな。かなり気合い。いや、めちゃくちゃいいプレー。いや。足速え。いや、これはすごい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 。あれでかわいそう。かわいそう。誰も得ないですよね。誰も得しない。本当に。シュートでいいよ。失策になっちゃう。ああ、下、右足で押し込んだよ。右足。本当ですよ。いいねえ、いい感じですね。さあこれはさあどうなってる。まあまあでもそんなに大きくは相手でも600超えてんのか。そうですね、600、500。ドリブルが全然うちは低いんか。パス受けすぐパスしちゃうから。いや、それがええと思うんですけど、まあ、それは多分あれですけどね、
弱いキャラを使ってる人たちは全員そういう癖がつくんですいや、モテないと思ってますからね。いや、そうそう、モテないです。神だと思ってくださいペラペラってシュート数がやっぱりあれか、高く評価されるんか。そうですね。いや、俺優れたパス出したと思うねんけどな、1しかないしえ、そうや、俺アシストついてるわ一応。デミオさんにアシストついてないですねあんなに点絡んだのに300や。あ、まあ、ちゃんとキーパスもその入ってますよね。どうだ、ナイス、ナイス、ナイス、単独や。あ、メシかさすが専用の人や、テントル専用の人や。メッシーのステータスとか見てると面白いですよね、ポジションお前どこでもええやんみたいな。いや、そう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 オフサイドじゃないの。ナイス、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 ナイス。うまくこの足出さずに抑えたのはいいですね。よし、ナイス、よし、ナイスあ、惜しい、いや今の良かった。よしよしよし、今の綺麗だった。これはねカウントされたんじゃないですか。優れたパス、優れたパスってシュートよりなんかかっこいいですね。欲しい称号やなあいつのパスいいんだよね。いや、そうそうそう優れたパスという称号は欲しいな。ケイチ、かっこいい。ああ、出されました。ああ、出された。今のまあ、もらいに行った動きですね。もらいに行きました。ファールを。うまくいったな。背中向けて。オッケー。ああ、お、もう大丈夫。入った、入った。何点取ってるこれ。すごくない。多分ふわっと上げようとして間違えてクロス打ったよね。おー、綺麗結果悪くないんじゃないですか、みんな、ねえ。俺全然シュート絡んでない。パスアシスト1回したか。キーパス、優れたパス、あ、4や。相手6がおるんか。パス成功26。いやー、この優れたパスとキーパスの違いを知りたいですね。何が違うんやろ。間違い。それは日本語にしたら同じ意味じゃないのか。キーパス。お、でも優れて打ってもらって嬉しいな。これは。デビューさんもストライカーですね。もうめちゃくちゃ点取ってます。相手にまで取らしてるし。かわいそうなやつねマーク数俺12ついてる、すげえな。本当だ、多いっすね。マークってなんなんやろ。あれマークしてない。ポジションバランス俺だから僕らこれ結局この一つ一つの意味合いは知らんからなんとなく眺めるだけですよね大して大きな差はない。キラホシさん評価がすっごい評価点低いです。何かしました？結構ねクリアとかやってるんですけどね。プラス96点しかもらえてないです本当ですよ、めちゃくちゃ低いですね僕とデミオさん500やのに、なんでそんな差ないでしょ一緒にやってて
どうやったらあれですかね、評価が評価してもらえるん、うん、なんでなんやろ、キラボシさんだけなんでそんな評価になんねやろ評価悪いかしかもそのゲーム内でのあの五角形はそんなに大差ないじゃないですか、うん、終わってからのレベル評価がめちゃくちゃ尋常じゃなく、なんでっていうぐらい低かったっすよね。だってもう90プラス90点ってあんま見たことない、もう放置してたレベル本当ですよね。しかもあのレート差があってね、そうあのレート差があってあの点差に抑えて、何やろ、何をして目をつけられてるとしか言いようがないですね。え？マジ？いった。ああ、そっち行ったか。ナイス。ナイス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 。打て。ナイスー。うまくね。いや、いい。今のうまくね。今のいいループ。今のうまくね。またもうセカンドチャンスにかけてましたね、だった。いいループ。これはちょっと。あー、パスの評価が下がった。え、またや。ちょっとここで。ちょっともう俺の減点めちゃめちゃ多い。全然いいんですけどね。96点になる理由はちょっとわかんないっす。いや、本当に。あれだけはちょっと許せないんで。96は低すぎるやん。一回電話してみましょう。96にちょっと分かんないんですけど、100切ってるんですけど、うん、試合見てもらっていいですか、映像送っていただいていいですか、なるほど。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの